連続ラジオ小説第9回第2回作品ドルーガ帝国のレクイエム第7章清原敏夫。翌日、現場監督の目を盗み、建設資材庫からフックとロープを懐に隠して盗み出すフレデリックがいました。汚れた上着の下に隠し、石炭が積まれたトロッコにやってきました。現場監督はフレデリックを見るなり、フレデリック、何をしている？手が空いているなら、その石炭を精錬工場まで持っていけ。わかりました。フレデリックはトロッコを引きながら現場正門のゲートの前まで来ると、監督に、石炭を精錬工場に持っていくので通行許可をください。笑顔で挨拶をしました。監視はうなずき、よし、通れ。フレデリックはいつも通る鉄のゲートをくぐるとき、計画がバレないか心臓が高鳴りました。精錬工場に向かってフレデリックは歩き出しました。大きな湖の周りは寒く、湖の周辺の表面は凍っていました。フレデリックは父と母の顔を思い浮かべて、必ず生きて祖国に帰るんだと小さな声でつぶやきました。赤い夕日が長く差し込み、フレデリックの影が長く伸びた頃、精錬工場に着きました。ふぅ、重かった。精錬工場は熱気で煙突から蒸気がもうもうと出続けています。監視が気づき、石炭かと尋ねました。フレデリックは白い息を吐き、はい、石炭を持ってきました。他の監視も集まってきて石炭を見るとうなずいています。工場の中から精錬技師のおじさんが出てきて、おお、寒い中よく来たな。坊主、そこに置いてくれ。フレデリックは石炭を確かめているおじさんを見つめながら、おじさん、ちょっとトイレを貸してほしいんだけど。なんだ、工場の3階にあるからさっさと行ってこい。フレデリックは監視の目から逃げるように足早に工場の中へ入りました。精錬工たちの目を避けるように工場のトイレに入ります。向こうには夕日に照らされたブラジミールの街が見えました。夕暮れ時の街はあちこちで炭を起こすため煙突から煙が上がっていました。この街から何としても生きて出るんだ。窓の下を見ると
誰もいません。監視も見渡しましたが、誰もいません。工場から外壁の上にある鉄線まで足で壁を強く蹴ればなんとか届きそうです。これなら届くかもしれない。後ろを振り返り、誰もトイレに入ってきていないことを確認します。上着の内からロープを取り出し、頑丈な手洗い用の水道管にフックをかけ、ロープと結びました。よし、行くぞ。夕日が眩しい中、窓を開け顔を出します。せーの、よいしょ。フレデリックはロープをしっかりと腰に巻き、窓から脱出しました。壁を蹴って、また蹴って、下へと少しずつ降りていきます。心臓がドクドクと高鳴ります。神様、どうか見つかりませんように。フレデリックは後ろを振り返り、城壁があるか確かめます。ここから城壁までなんとか届きそうです。と強く壁を蹴ると、向かいの鉄線に足が届きました。振り返ると、監視している衛兵たちは誰もいません。うまくいった。よし、脱出だ。腰のロープを急いで外すと、一目散にボルトフランクへ続く道を走っていきました。白い息を吐きながら、湖沿いにある道を歩き続けました。すれ違う人々の目線から逃げるように歩き続け、足が痛くなる頃には月が高く昇っていました。フレデリックが振り返ると、工場は見えず、大きな石炭の山だけが見えます。ここまで来たらもう大丈夫だろう。フレデリックは大きく白い息を吐くと、氷の張った湖に近づきました。湖は透明で、月の光が鏡のように反射しています。足が痛い、疲れた。フレデリックは湖の水が流れているところまで近づきました。そして石炭で汚れた手を洗い、水をすくって飲みました。水が冷たい、指が痛くて凍りそうだ。水を飲んだ後、どこか休むところはないか辺りを見渡すと、木造の小さな小屋が見えます。小屋から少し離れたところで、誰かが出入りをしていないか確認しましたが、人気はなく静まり返っています。フレデリックはゆっくりと小屋に近づいてみました。古びた小屋には人気がありません。木製のドアを開けようとしましたが、釘が打ち付けてあるようで、中に入ることができません。フレデリックは肩を落とし、
ここなら寒さをしのげると思ったけど、無理かな。そう言いながら、入れそうなところがないか、小屋の周りを回ってみました。曇ったガラス窓から中を覗きます。古い小屋だな。脱穀機が置いてある。農業用の倉庫で2階建てだな。中の様子を覗いていると、向かい側の壁が少し剥げているのが月明かりで見えました。そちらの方に回ってみると、木造の板壁が腐っています。フレデリックは辺りを見回し、誰もいないことを確認すると、思い切って壁を蹴りました。バリッと音を立てて壁が破れました。ここから入れそうだ。破れ目から中を覗くと、中は静まり返っています。腐った板を剥がし、倉庫の中へ潜り込みました。中は寒く、しばらく使っていないようです。部屋には、古い農作業用の農具が並んでいました。フレデリックは、しばらく中を見回し、ここで、休んでいこう。その夜、フレデリックは、一人で夜を過ごしました。寒い中、壁にもたれかかってうとうとと静かな時を過ごしました。静かな夜が過ぎ、少しずつ周りが明るくなってきた頃です。フレデリックがうとうとしていると、ウォーン、ウォーン。窓の外から不気味な声が聞こえてきました。また何かが吠えている。この頃毎晩のように聞こえてくるけど、何の鳴き声だろう。恐る恐る窓から目を光らせますが、不気味な音の正体は分かりません。フレデリックは一人で過ごす夜に不気味な恐怖を感じました。日が昇ったら地図と食べ物とランプを買ってこよう。今日はゆっくり体を休めよう。何としても祖国へ帰るんだ。フレデリックの手には百ジュリア金貨がキラキラと輝いていました。次回に続く。